はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、あのね、まあサブシナリオの小学生たけしくんね、とりあえずキャラはゲットしたんですよ。ここにゲットしたんですけど、一つ言いたいことがあって、まあまずね、じゃあちょっと中学生のたけしくん見てみよう。まあこうですよね。まあこの見た目で、まあこんな感じと。なるほどね。じゃあジュニアユースのたけしくんはで見ると、まあああなるほど、こんな感じだよねっていうね。でさ、あの小学生のというか名 IC のガチャの星さん俺持ってないから、ちょっとね、あのまだここにいるので、ちょっと比較対象としてね、そこが選べないのがあれなんですけど、じゃあ改めてね、小学生のたけしくん、まあ星2のやつがね、こうなわけですよ。まあこういうことですよね。まあ何が言いたいかもう分かっちゃったと思うんだけど、今回のたけしくんこれだよね。いやちょっとよく見て作ってくれよみたいな感じに、もう小学生はもともと坊主で作ってたやつをそのまま使ったってことなんだろうけど、いやでもこれで出したんじゃないのみたいな、こっちっていうね、ちょっとね、天気っぷりがね、いやもうびっくりしちゃってね、つい動画を撮ったんだけど、そういうことですよ。マジかたけし、っていうかさ、ここまでさ、絵とあれが違うのって結構珍しくない？意外と今まではさ、学ランに行ったぐらいの差があるよね。いや、これはさすがにさ、帽子かぶってたらいいなとか思わなくはないけど、ここ違うんだみたいなのはあったけど、他はさ、割と、あそこまでの、ね、こっちはね、ちゃんとそっくりに作ってるじゃないのっていうね。いやこれはね、ちょっと小学生のね 3D のデータがあるからそのまま使っちゃおうみたいなだけでしょ。っていうね。まあそれだけなんだけどさ、今回の動画は。まあサブシナリオやって、たけしくんね、まあ星5にはできてないけど、とりあえずキャラ取れたぞーって思ったらね、これですよ。嘘でしょみたいな。っていうね。まああとね、ちょっとね、全然説明とか使い方がね、ないところだったんだけど、技能あるでしょ。技能のね、これはね、結構見やすいわ。何が影響してるか。ここはなんか、いじってればわかる、感覚的にわかるし、まあ、使いやすく、見やすくなったかな、みたいなところではある。良いところを探すなら。でね、ここのチーム力って、チームスキルと技能を多分込みで出してる。だから、この辺の、佐野くんとかのステータスも、これ、児童の佐野のやつを上げるっていうスキルがね、発動してないと、この高さまでいかないので、児童佐野のね、こういう技能も、この画面でのチーム力では発動されてるんですよね。見てみると。で、なんか、リーグの数字との差があるっていうのは、多分それが原因なんだと思うんですよ。っていうのも、まあ71万5千に今なってるけど、こうやって、まあ挑むと、まあ69万になってると。これなんでかっていうと、この時点では技能発動してない数字なんだよ、きっと。で、ここで技能が発動して初めて71万の数字になるんだよ、きっと。っていうね、まあちょっとこれはここでやめますけど。多分ね、そういう違いだと思う。あのぐらいの数字だったら。
っていうね、まあ、たけし君のね、ちょっとデザインの不満を述べただけだとあれなので、まあそういうちょっと豆知識的なのをね、多分合ってるけど、確証はないから間違いかもしれないけどね、これは。まあ述べて、今回の動画は終わろうと思います。ということで、ありがとうございました。ちょっとたけしはね、いい感じの髪の長さ、直しといてください。見てたらね。さすがにね、見てないだろうけどね。ありがとうございました。よいしょ。